キャスティングへの批判、週刊文春で報じられたダウンタウン松本人志の性加害疑惑騒動を受け、テレビ局やスポンサー企業が頭を抱えている。松本人志が所属する吉本興業は、当該事実は一切なく、今後法的措置を検討していく予定ですと疑惑を全面否定。これに対し、週刊文春側も、一連の報道には十分に自信を持っており、現在も庄司には情報提供が多数寄せられています、との声明を発表し、一歩も引かない構えだ。報道の真偽は今後法廷で明らかになっていくと思われるが、双方の主張は平行線をたどっており、事実関係がはっきりしない中、テレビ局やスポンサー企業は対応を迫られている。松本人志は個人とコンビで7本のレギュラー番組を持っていますが、裁判に注力するため活動休止を決めました。あくまで現時点での話ですが、各局とも松本人志不在のまま番組を継続する流れです。スポーツ指揮者。一方で、松本人志は自身の X で、無実無根なので戦います。それも含めてワイドナショーで回す、と投稿していたが、ワイドナショーを放送するフジテレビは、上層部の判断により出演の取りやめを決めた。スポンサー企業の対応を見ると、アサヒビールやサントリー、アコムなどが、松本人志が出演した番組内での社名表示を取りやめた。こうした厳しい対応を取る企業が出てきた中、昨年10月17日に、松本人志と世界ラブジャーナルを放送した NHK に対し、性教育番組に出演させていた NHK 側の良識とは、などとキャスティングを疑問視する声が出ている。公共放送トップの見解。同番組は、世界の様々な性の話題や悩みについて、思春期の娘の父親でもある松本人志ら出演者が、楽しく真面目に語り合うことをコンセプトにした内容であった。昨年、この番組の放送が明らかになると、松本人志は女性刑事とも取れる発言をたびたびしていた。そんな人物を性教育番組の MC に起用するのはいかがなものか、という意見が続出し、放送中止を求める署名が集まる事態にも発展した。小ジャニー喜多川氏の性加害問題以降、テレビ局やスポンサー企業は、人権に関わる問題が起きた時にどう対応するかが問われている。NHK のトップとして、世間の声をどう受け止めているのか、また今回の問題をどう考えているのか。1月半ばの週末の朝、自宅前で稲葉信夫会長に話を聞いた。ダウンタウン、松本人志さんの性加害疑惑が社会問題になっています。昨年から世の中の意識が変わっている中、こうした問題が起きたとき、テレビ局、スポンサー企業はどう対応すべきなのか。民放とは若干、立場が違いますが、NHK としてどのように考えていますか？ NHK が番組を作るとき、タレントを選ぶ際にそういう問題は大事な要素だと考えていますし、そういうことがいろいろ報じられている中では、事実が正しいかどうか報道機関としてもフォローしていく必要があります。社名提供をやめたスポンサー企業もあります。これについてはどう考えますか？ NHK の場合、それは考える要素には入っていません。ただし、タレントを起用して番組を作る場合、人権を深く尊重する社会にとって、それはよろしくない。評価に値するタレントなのか？現段階では事実かどうか断定できません。しかし、今は報じられた段階で判断せざるを得ないということですか？その方に関して、そういう情報が全くない時に契約するのとは違います。今みたいに何か言われている時は、もう少し慎重に考えるべき。週刊誌の報道については、様々な意見がありますが、週刊誌だろうが新聞だろうがテレビだろうが関係ないという考えですか？週刊誌であろうが同じです。日本のメディアが検証しているのは、社会にとっていいことだと思います。今回の報道について、会長ご自身はどんな感想をお持ちですか？松本人志さんは現在のテレビ業界を象徴する一人だと思いますが、なかなかコメントしにくいですね。でも、何て言うかな。松本人志さんというのが、本当にタレントとして評価に値する、そういうタレントだったのかなという感じが個人的にはします。出演番組をご覧になったことはありますか？もちろんです。評価が高いタレントさんであっても、どうしてそれほど評価が高いのかなと思ったりもしますので。そういうことも含めて、彼を起用していくのか、改めて協会内みんなで考えた方がいいと思います。NHK では昨年の秋に、性をテーマにした番組がありました。あの時は、なぜ起用したのか、という声が出ました。今回の報道を受け、NHK の判断は正しかったのか、という声が再燃している状況については、どう考えていますか？
NHK の番組をチェックする外部の方による中央放送番組審議会という組織があり、放送前からそういう取り上げ方はいかがなものかという意見もありました。NHK としても問題意識を持っていました。しかし、彼ではよろしくないというエビデンスもなかったので、当時の判断としては間違ってなかったとは思いますが、今になってみると、いろいろ考えることが多いですね。人権ありきで判断すべき。昨年は、ジャニーズ事務所の問題に続き、宝塚や歌舞伎でも問題が出ました。放送局としてエンターテインメントを扱うのは難しいですか？難しいですが、人間として考えるべきことは考えなきゃいけないと言われているようなものですからね。大前提としてあるのは人権ですか？エンターテインメントであろうが、何だろうが、そこの部分を揺るがすことはできません。松本人志さんがフジテレビの番組に出ると宣言されていたのはご存知ですか？タレントさんがそうした宣言をすることについて驚きがありました。そういう発言というのは、あまり適切じゃないですよね。そういうことを言える立場ではない。所属事務所、テレビ局のガバナンスについて、適切だったのか、という意見もあります。その背後に何があろうと、契約関係がどうなっているかっていうことに帰着すると思います。中黒、コジャニー喜多川氏の性加害問題においては、長年見て見ぬふりをしてきた姿勢が批判された NHK。しかし、スピードワゴン、小沢和孝が松本人志のために女性を集めるなどしたと報じられると、小沢が出演する予定だった番組の放送を即座に取りやめるなど、今回の騒動では対応が早かった。こうした迅速な対応の背景には、様々な反省があるようだ。大御所タレントの性加害疑惑をめぐる騒動は未だ収まる気配がない。今後の各社の対応にも注目したい。さらに関連記事、松本人志、性加害、問題、吉本興業、元会長、の大崎博士が語ったこと、では、一連の騒動について、ダウンタウンの育ての親が率直な思いを吐露しています。活動休止松本人志報じるキー局、一つも面白いもんない、MX、5時に夢中、辛口コメンテーター。作家の岩下久文氏が16日、東京 MX5 時に夢中、月曜から金曜午後5時に生出演。一般女性への性的行為強要疑惑を報じられ、活動休止を発表したダウンタウン松本人志60について言及した。番組内のコーナーで、女優山田杏奈が、感情が湧いた時はメモをするという記事を取り上げ、メモをするしない論争で盛り上がっていた。岩下氏はメモの習慣がないと打ち明け MX では私たちがメモを取って用意したコメント何か言ってるか出たとこ勝負だろと一気にまくし立てた。さらにキー局のコメンテーターは台本通りよ、面白くないのよ、昨日見てたけど松本人志さん休むって言うからどんな番組か見てみましょうって午後から夜まで見てたら一つも面白いもんがないと切り捨てた。